球場に多くのファンが詰めかける佐々木フィーバーは必至。岩手県高野連は従来の約1000台分の駐車場に加え、普段は駐車場として利用しないスペースに約500台分を確保。近隣施設に200台分の臨時駐車場を設けるなど対策をしてきた。当初、試合が行われる予定だった15日は、花巻球場と同じ敷地内の体育館でバレーボール大会が開催された。混雑が予想されたが、雨天順延により、球場関係者は、駐車場の混乱は防げるようになる見込みですと胸をなで下ろした。1984年以来、35年ぶりの甲子園を目指す大船渡。この日は前日調整を行った模様だ。仲間を甲子園に連れて行きたいと佐々木。令和の怪物の高校生、最後の夏が幕を開ける。樋口浩。